今日見ていただいてありがとうございます。今日は髪型アレンジ第4弾見たいと思います。はい、お団子スタイルでちょっとアレンジをした髪型をしたいと思います。はい、用意してもらうのが100均とかダイソーに売ってるこれドーナツのタイプのボリューム出すやつ、これを用意してもらって、で使うのはこれと、これ普通にヘアゴムと、あとはピン、ピンですね、毛先を止めるからピンとカットしてもらって、で、やっていきたいと思います。はい、でまずはこの高い位置でポニーテールを作っておいてもらって、そこにこのドーナツを通していきます。ドーナツを通していきます。はい、そしたらドーナツが見えないようにこういうふうにこう髪をこう伸ばしてもらって、ドーナツが見えないように全体的にこう伸ばす。そしたら伸ばしますね。そしたらこのゴムでまずはこう止めてみます。こういうふうに。そしたらここでもう一回ちょっとこうボリュームを出して、周りの髪をこうボリュームを出してください。でドーナツが見えないようにボリュームを出して、じゃあもう一回結べたらもう一回ぐらい結んでもらって、しっかりドーナツが見えないように、はい、そしたらこの残りの髪を三つ編みします。緩い感じで三つ編みをしてもらって、はい、こんな感じで三つ編みをしてもらって、そしたら三つ編みをこうちょっと何て言うんでしょうね、緩くほぐしてください。はい、そしたらこれをこうここに巻きつけます。もうちょっとボリューム、なんていうのかな、無造作感が欲しかったら無造作感を出すためにこうちょっとこう緩くしてもらって、今はねなんかカッチリした感じのお団子より無造作っぽい感じのお団子がすごい流行ってるので、無造作感をすごい出すので、ね、こんな感じ出してもらって、そしたらこのサイドとかもこうちょっと緩めに出してもらって、後ろとかも出してください。後ろのここも緩くこれ簡単なので、もしよかったら試してみてください。はい、ではコメントとかリクエストお待ちしておりますので、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ガハナでした。バイバーイ。